い、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ということで、めちゃくちゃ腰が痛くってですね、もう立てないし歩けないし、うつ伏せにもなれないし、横も向けないっていうね、どうやって今から過ごそうかなっていう状況でした。その時にですね、タートルが実践した立ち方、起き上がり方ですね、というのを皆さんね、もし何かあった時のためにですね、タートルこうやって起きましたよっていうことを皆さんにお伝えしたいと思います。で、本当にね、結局病院行ったんですが、ヘルニアと診断されました。で、ヘルニアでもですね、結構腰っていうよりも背中の真ん中ぐらいの位置のヘルニアというふうに診断をされましてですね、こういったコルセットをですね、もらいまして、2日ほど死ぬ思いで過ごしました。なので動画をね、全然載せれてなかったんですけども、そこでロキソニンを飲んで、このコルセットを巻いて、なんとか歩けるかなというレベルでした。で、トイレ行ったりして座ったりとかするともうなかなか立てないと。で、踏ん張ろうとしても、踏ん張るともうお尻からね、出したい気持ちもあるけど、腰が痛かったんで、マジ便秘でしたね。で、そこの2日間、めちゃくちゃしんどいのを乗り越えて、3日目になったらね、もう割と、もう腰もね、割と落ち着きまして、ちょっとこう、ここをね、こうやって丸めると、まだちょっとズキッとする感じで、軽く運動はできてます。上半身の筋トレぐらいはとりあえずやってます。で、今回その、立てなかった時、どうやって立ち上がったかというところなんですけども、これ皆さんね、一応覚えておいてください。こうなるともう痛かってですね、ほんで立とうとしても立てない。で、物を持って手の力で上がろうとすると、ここの骨をね、引っ張られちゃうんで、めちゃくちゃ痛くってですね、物を持って立てないので、足で立つしかないんですけども、こっからこうやって立とうとするともうめちゃくちゃ痛い。もう立てなかった。で、その時に自分が思いついたのは、こうやったら痛いからもう、こうやっときます。この背中まっすぐにしたまま、こうやって立ちました。こういう感じで。ちょっと胸張ってですね。胸張ったまま、つま先立ちになって、こっから、こうやって上がれば、無事に、こう、歩けるようになると。しかし、これができないときは、もう持てないし、足出して立てないし、どうやっても立てなかったんで、もう必ずね、もうちょっと腰痛い方は、この足首つま先立てて、膝ついて、体まっすぐで上がるっていう、こういう立ち方というのをですね、ぜひね、練習しといてもらいたいなと思いました。で、実際タートル体が柔らかいので、今の立ち方ができるのかもしれないですし、体が硬い人は今の分もしかしたらできないかもしれない。足首とか硬い人とかは今の分で立てないかもしれない。でも、あれをしっかり多分できないと立てないんで、立てなかったんだよね、タートルも。なので、病院にも多分行けなかったんだろうなと。で、仕事もあったんですけども、仕事も連絡して、日にち変えてもらったりとかしたんだけど、手帳まで歩いていくこともきつかった。もう歩けない。もう歩くペースが、ほんとこれぐらいのペース。もう歩いてないに等しい。これぐらい。たまに痛くて、うわってこう、うずくまってまた体まっすぐにして、よいしょってこういう感じ。それぐらいね、めっちゃくちゃ痛かったんでね、ヘルニアが。しっかり腹筋背筋を鍛えて、悪い姿勢にならないようにしてね、また痛くならないようにしていかなきゃいけないんですけども、ちょっと腰が痛い方、腹筋ローラーとかやっぱりね、背中丸めてやったり、しっかり伸びすぎたらちょっと腰取れちゃうんで、ああいうのもやっぱり腰に負担かかるのもね、ありますし、やっぱり何かしら筋トレするっていうのはちょっと腰に負担いっちゃうんで、腹筋背筋にしてもですね。なので、一応ね、さっきやった立ち方。こっからまっすぐ上がる。上半身全く動かないように上がる。前かがみにならないように。胸張ったまま立ち上がる。ということをですね、ぜひぜひ練習してみてください。これ身につけてった方が多分、今後腰が痛くなった時に焦らなくて済むと思います。これはね、もう本当にタートルは、
立てなかったから、これマジみんなに伝えとかんとやばいと思ってですね、今回動画にさせてもらいました。まあつまらない動画ですが、ぜひ参考になった方はコメントください。参考にならなかった方はね、グッと押してください。今日もご視聴ありがとうございました。また筋トレ再開しますんで、ぜひチャンネルの登録の横の鈴のボタンをですね押してもらって、タートルが動画を載せた時に通知が行くようにしておいてください。今日もご視聴ありがとうございました。